はい、こんにちは、ペソでございます。横綱物語ね、続きやっていきましょう。では初場所、本場所でございますね。まあ北王子さんがね、今年度中に横綱ちょっと上がってくれないと厳しい状態ですね。でまあ十両はこんな感じですね。まあ大概はみんな言うことね、もう聞かないから慣れてきましたけどね。ああ、友の方さんですね、六角さん初日当たるんだね。さあ正念場の北王子さん、はい、では初日全員見ましょう。富野浩二さん、まずは初日は北海山さんとですね。まあ投げを打ちましたけどね、効かなかったね。あー、追い込まれた。おー、送り出した。まず初日出ましたね。はい、柳のバンバさんは竹野星さん。おー、竹野星さん10両まで落ちてきたんだね。上手出し投げが2発。あ、やっぱり強いね、元前頭上位張ってた人なんでね。あ、蹴たくった。バンバさんも初日。はい、お次は薬師さんかな。はい、八尾島さんとですね。ダメやね、あの心がすさんでるとどうしても八尾島さんの字が八尾町に見えてしまうんですよね。おお、張りで一発。八尾島さんもね、あの申し訳ないですけど、やられキャラや思ってたからね。おお、薬師さんの次が。おお、下手投げ、技で決めましたね。はい、次は、木上さん、たまちゃんとですね。たまちゃんが前頭3枚目に落ちちゃってますね。おお、畑はいかないけど、寄せつけない。そのまま押し倒し。五駒さん、阿蘇桜さんが初日のお相手ですね。さあ、そのまま寄っていく、寄っていく。おお、突きを全然全部耐えて。もろ差しから寄り切り。五駒さんも初日いいですね。六角さん、初日は技師の友永田さん。おい、いきなりとったり。押しの一手ですね。おお、坂とったりもこらえた。粘る友永田さん。しかし差し替わるともうこれ勝負決まりそうやね。あ、決まりましたね。寄り切りで初日出ましたね。さあ、北王子さん、朝日誉さんとですね。お、どうした、動かない。お、一気にいく、一気にいった。ちょっとヒヤッとしましたけどね。片桐さんは山吹さんですね。
お、絞り込んでくるのか。さあ、ついて追い込んで、そのまま突き落とし。引きましたね。三条さんは塩の海さんが俊一の相手ですね。三条さんもね、ちょっと衰え考えると今年いっぱいになるんかな。まあ、この両横綱がね強すぎて大関、おー、すくい投げか。三条さん、なんと初日は黒星スタート。まあ、それ以外は皆さん勝ちましたね。さあ、いきなり初日から番組狂わせね、もう座布団がないそうですけどね。はい、では2日目いきましょう。ここからはね、いつものようにすいません、発症っていきますね。さあ、北大路さんがね、上がってくれれば、大関の枠が一つ開くので、なんとかね、頑張ってほしいんだけどね。今27だから、今年頑張らないと劣化ゾーン入っちゃうからね。はい、富野浩二さん、大小金さんでいいのかな。はい、柳のバンバさんは若北斗さん、薬師さん、港川さんですね。木上さんは徳之峰さんと、ごごまちさんは正慶さん、六角さん、大食い魂さんとですね。で、北大路さんが山吹さん、片桐さん、朝日誉さんで、三条さんが塩見岳さん。さあ、上位さんにはね、勝ってくれましたね。おお、ここまでさん、内無双で敗れてますね。薬師さんも、あ、港川さんにより切られてる。で、重量は2人とも勝ちと。アラフィさんも土がついてるんですね。では3日目いきます。あーね、まあ薬師様はね、正直パラメータの伸び考えたら落ちてくれる方が私としてはありがたいんだけどね。技があるせいでね、ちょっと上あるのが早くなっちゃったから、まあ、これね、言うこと期間とかもあるんですけど、じゃあ見なきゃいいじゃんっていうのも言われそうなんですけどね。はい、富野浩二さんは浜の富士さん、柳のバンバさんは巻雲さん、薬師さんは若おばさん。あ、若おばさん前頭10枚目なんだ。木上さん、不破の国さんですね。で、五子町さんと友野方さんが1勝1敗同士での三役同士の一番となりましたね。で、さっきの話に戻ると、その見なきゃいいんじゃないのっていうことなんですけど、相手がね、誰かが見れるんで、一応ちょっとね、指示与えるふりをしながら見とるわけなんですけどね。おお、危ない。おお、やってきた。すくい投げには入らない。おお、上手投げは。おお、いろいろしてくる。さあ、再度追い込む。そのまま寄り切る。ごくまちさん勝ちました。はい、六角さんはあっそうさくらさんですね。で、北大路さんは塩見岳さん、片桐さんは塩の海さん、三条さんは山吹さんですね。あ、ジョイさんには大丈夫でしたね。で、六角さん、ごくまちさん、木上さんも大丈夫。薬さんも若おばさん押し出してるね。で、バンバさんが敗れて、富野浩二さんが勝ちと。は
はい、ジョイジンこんな感じですね。ではそのまま4日目いきましょう。まあ言うこと聞かんでもね、毎度言ってるように買ってくれりゃそれでいいんだけどね。するな。はい、富野浩二さん、木曽駒さんですね。お相手は3連敗中、柳のバンバさんは3連勝中の十両筆頭ですね。海舟さん、薬師さんはたまちゃんですね。1勝2敗なんだ。ちょっと劣化始まってんのかな。木揚げさんは高輪さん、お相手は2勝1敗。五小町さんは若しぐれさんですね。2勝1敗同士。六角さんは立ち抜きさん、お相手は2勝1敗。北尾さん、小結びの友達さん、お相手は1勝2敗ですね。これはちょっと見ましょうか。張り手1発2発から押していく。おお、月の回転ね。3発目の張り手追い込んだ。そのまま突き出す。北内さん4連勝。片桐さん、大国魂さんですね。お相手は3連敗中で、三条さんが前頭筆頭、翔慶さん、お相手は1勝2敗というところ。お、なんとか勝ってますね。三条さん、片桐さん、両横さんで、六角さん、木揚げさん、五小町さんも大丈夫。あ、薬師さん、玉ちゃんの足掛けね、外掛けとき食らっちゃってますね。で、バンバさんは突き出しで、富野子さん寄り切られてるんだ。はい、4日目終了しました。4連勝が片木原さん、北大路さん、六角さん、木明さんで、三条さん、五小町さん3勝1敗、薬師さん2勝2敗、バンバさんも2勝2敗、富野子さん3勝1敗というところですね。では5日目いきましょう。最近ね、9日目まで、8日目か、8日目終わるまで引っ張ってみたんですけどね、8日目がないし、9日目終わるぐらいまでね、どうもちょっとやっぱり、もともとそうか、8日目終わりまでか、で、9日終わりまで引っ張ってみたんだけど、まあ、結局あんまり変わらんのかなっていう。まあ、時間的な配分はね、30分今日ちょうど良くなったんですけどね。まあ、その辺ご意見いただければ。さあ、富野越さん、萩野月さんと3勝1敗同士でしたね。萩野月さんもまた重量起こってるんですね。はい、柳のバンバさんは3勝1敗の諸瀬戸さん。3勝1敗多いね。薬師さんは1勝3敗の徳之峰さん。木揚げさん、浅野方さんですね。お相手は2勝2敗。五小町さん、八郎方さん、こちらもお相手2勝2敗。六角さん、4連敗中の尾瀬力からさん。北大路さん、こちらも4連敗中、大国魂さん。片桐さん、小結び友の方さんとですね、お相手は1勝3敗。これはちょっと見ましょうか。おお、友永さんが寄ってきた。うわ、二丁投げか、びっくりした。足技決められたんかと思った。はい、三条さんは4連敗中の麻生桜さん、これはパスしますね。おお、びっくりした負けたかと思った一瞬。六角さん、五小林さん、木揚げさんも大丈夫ね。薬師さんも下手投げよく使いますね。で、バンバさんと富野小さんは負けと。ではそのまま6日目いっちゃいます。ああ、サンドさんも初日負けただけでね、あとなんとかなってるね。まあ、あとは上位陣と当たった時にね、もうどうしても劣化と
劣化のせいで力不足感が出てしまうんで、そこをこらえられるかだね。重量2人はまだ鍛えてる30なんで、そんなに期待はしてないですけどね。逆に上がってほしくないからね。はい、富野浩二さん、2勝3敗の東橋さん、柳のばんばさん、3勝2敗の荒野里さん、こちらも重量ヒットでしたね。薬師さんと不破の国さんは3勝2敗同士。木上さん、1勝4敗の綾乃美さん。ここましさんは2勝3敗の立ち錦さん。六角さん、こちらも2勝3敗若しぐれさん。北尾さん、5連敗中の阿蘇桜さん。片木屋さん、正気絵さんですね。お相手は1勝4敗で、三条さんは5連敗中の小国魂さん。あ、今日は全パスやったね。うん、六角さん、ごくまいさん、木上さんも大丈夫。あ、薬師さんも不破の国さん押し出せるんだ。重量は荒野里さんに柳のバムさん負けちゃって、あ、富野浩二さん2丁投げ使ってるんですね。はい、6日目終了、片木原さん、北王子さん、六角さん、木上さんが6連勝、三条さん、五駒さん5勝1敗薬師さん4勝2敗、柳のママさん2勝4敗、富野浩二さん4勝2敗ですね。では7日目いきましょう。お、五駒さんを横綱と当たる日程になってきましたね。三条さんと六角さんか。でもね、もう、六角さんがね、完全に上回っちゃってるからね。北尾さんは誰？あ、大関同士の一番か。ここはちょっと北尾さん踏ん張ってほしいな、7日目なんで。はい、柳のばんばさんは3勝3敗の北海山さん。富野浩二さん、竹野内さんですね。お相手は1勝5敗。あ、竹野内さんももう1勝5敗なんだ。薬師さん、こちらも1勝5敗、前頭筆頭正気さん。木上さん、あ、1勝5敗多いね。八尾島さんとですね。はい、北王子さんと立川さん、6連勝同士での大関対決、7日目に発生しました。うわー、北王子さん上手投げ瞬殺。片木屋さん6連勝中、五駒さん5勝1敗の同門対決。おお、片木屋さん2回目の2丁が投げ。三条さん5勝1敗、六角さん6連勝の同門対決。これはもう六角さんの方が、ね、完全に上回っちゃったからね。腹的には、でも三条さんが押し返す。ああ、なるほど、そのままいっちゃいそうだね。ああ、押しこらえた。あ、これは差し勝ったら決まっちゃう。おお、4つ粘る。おお、三条さん粘るけど突き出し、六角さん勝ちました。7連勝で、毛上げさん、あ、薬師さんはさすがにね、前頭筆頭だと負けちゃうね。で、あ、富野浩二さんが竹野内さんを突き出せるんだ。で、柳のばんばさんは出た、けたぐりということですね。7連勝が1、2、3、4、我が部屋で 4人で、他はガリュウさんとゲイブナダさんというところですね。下はいないということで、この状態で、8日目いきます。で、今回はちょっと8日目でね。おお、なるほど、大駒さんと北尾さんか。8日目でちょっとね、終わらせてもらいましょうか。ちょっといつものパターンでね。
高山さん強いな。はい、富野浩二さんは、4勝3敗の巻雲さん、これはパスしますね。柳のバンバさんは7連敗中の浜の富士さん。薬師さん1勝6敗の麻生桜さんですね。前頭筆頭が2人続きますね。日焼けさん勝ち越しかかってます。3勝4敗の港川さんとの一番になります。木上さんも強くなったね。まあ、大関はねちょいと厳しいかもしれないけど、やっと来た木上さんのターン。さあ追い込んだ、そのまま、おっとまた差し替わる、押し出す、木上さん8連勝。はい、ガリュウさんと六角さん、こちらも注目の一番、7連勝同士の一番になりました。さあ押しのガリュウ対、あ押しじゃない、押しの六角対上手投げのガリュウさんね。ここは六角さんがじわじわ追い込む、上手投げこらえた、これは大きい。六角さん突き出し、六角さん8連勝。北王子さん7連勝中ですね。5勝2敗のボコマシさんとの同門対決。さあ先手取ったのは北王子さん、一気に追い込む、おお、ボコマシさん押し返す、さあこらえた、差し替えれば、あー突き出した、北王子さんの勝ち。片際さんも7連勝ですね。大関の立川さん、お相手は6勝1敗。お危ない、こらえた、あーやー2連発上手投げ食らっちゃった片際さん、ここで土。三条さんは荒渕さんと5勝2敗同士ですね。荒渕さんもう2敗してるんだ。まだね上位陣のビッグマンの引退がないからね。あー叩いた、荒内さんの勝ち。三条さんやばいな、3敗目か。あ薬師さんやっぱりねちょっと上と当たると辛い部分はね。で、バンバさんが勝って富野浩二さん、あーバンキグモさんに寄り切りか。はい、では今日はここで、前半戦終了とさせてもらいます。三条さん5勝3敗、片際さん7勝1敗、北王子さん六角さん、木上さんが8連勝、その他の8連勝はゲームナダさんだけになりましたね。ボコマシさんが5勝3敗、薬師さん4勝4敗、柳のまんまさんも4勝4敗、富野小路さん5勝3敗というところでしたね。はい、ということで、若手というかね、もう中堅と言った方がいいんかもしれないですけど、六角さんと北王子さんあたりにちょっと優勝のね、行方が、まあ、六角さんの場合はもう最近ちょっとバンバカ優勝してますけどね。北王子さんも、まあ、14勝1敗ぐらいでいけばね、ちょっと大関昇進いける可能性も出てきて、まあ、大関じゃないわ、横綱昇進かね、いける可能性も出てくるかもしれませんので、ね、その辺もちょっと見どころになってくると思います。では今回はここでお開きにします。ありがとうございました。それではさよなら。